先週の夜勤中に大変なことが起こった。俺、工場で働いてて、先週夜勤だったんだよ。工場って機械の音とかエアの音とかでかいから、結構近くまで行かないと人の話し声聞こえないんだよ。俺もいつも通り作業してたら、急に真後ろにヒールで歩くような音がして、振り返ったけど何もなかったんだよ。で、朝方の5時に仕事終わって帰るとき、駐車場の出口のとこに真っ赤なワンピースに真っ赤な大きい帽子の女の人が立ってたわけ。まあ朝方だし、日が昇るの早いから周りはかなり明るかったからはっきり見えたんだけど、よく考えたら、こんな時間にこんな田舎にそんな格好でいるのおかしくねってなるわけじゃん。だから次の日に先輩とかに聞いて回ったけど、誰も見てないって言うし、ちょっと俺疲れてんなくらいにしか思わなかったんだよ。その日もまたヒールで歩くような音がしたけど、振り返ったけど何もなしみたいになって、いよいよ俺は本格的に疲れてんなって思ってたわけ。でも朝方帰るとき、赤い女は駐車場の出口にいなかったんだよ。俺の気のせいだったで済んだと思ってたら、帰り道の田んぼしかない道にその女がいた。前日と全く同じ格好で、しかもなんか口元がちらっと見えてニヤついてたんだわ。そもそもこんな田舎にいるのなんて、畑仕事してるじじいかばばあしかいないから、本格的に怖くなってきたけど、夜勤だから寝不足のせいにして忘れようとした。次の日にも仕事中に足音して、なんか気配感じたから勢いよく振り返ったけど何もない。もうだんだんノイローゼ気味になってきててイライラしてた。その時は怖いっていうよりイライラの方が強くて、何なんだよってボソって言ったら、明らかに走る足音がした。しかもヒールでめっちゃ速く。だんだん気味悪くなってきて、明日は絶対仕事休もうって決めて、その日は帰ったんだよ。で、帰り道、駐車場の出口にもいない、前日の田んぼ道にもいない。あれ、いないわって思ったら、もう少し先の家から5、6キロくらいの地点の小さな橋の上にいた。顔は帽子ではっきり見えないんだけど、口元だけは見えてた。ニヤニヤしながらこっち見てた。しかも俺の車を目で追うってか、体で追うみたいにずっと見てた。俺もミラーから見てたけど、あの女もずっと見てた。よく考えたら、明らかにあの女は俺の家に近づいてる。このままのペースだと明日には家に着く。マジでやばいと思い、帰ってすぐ霊感あるおかんに相談してみた。そしたらおかんに、ああ、あんた、やばいかもね。これ相当だよ。なんかやったろ。なんもしてない。心当たりも全くない。まあ、どこで拾ってきたか知らんけどな。これ相当だから、今日知り合いのお寺連れてってやる。で、朝から車で3時間くらいかけてお寺に向かうことになった。出かける前におかんがおとんに電話してきたのを聞こえちゃったんだけど、明らかにおかんが声を震わせながら泣いてた。うちのおかんってめっちゃ男気あって強いんだわ。泣いてるとこなんか見たことないし、おとんと喧嘩してもおとんを追い出すくらいかかあでんかな母ちゃんなんだよ。しかも泣きながら、お父さんごめんね、最悪身代わりになるから、みたいなことを言ってた。これマジやばくね？俺死ぬの？身代わりって何？って行きの車で聞いたけど、黙って乗ってろしか言われなかった。まあ俺も夜勤明けで疲れてたし、眠かったからおかんの運転でお寺向かってたんだけど、家出て5分くらいのとこにあの女がいた。おかんの運転だから俺が助手席で初めてはっきり見えた。やっぱ格好は同じで、大きい帽子かぶってる。で、俺顔見ちゃったんだよね。
服装の雰囲気から結構若いイメージしてたんだけど、明らかにババ。60歳くらいで目は血走ってて、眉間にしわ寄せて恐ろしい表情してたんだけど、口元はにやついてた。もう怖すぎてヒーって声出したら、おかんが気づいたみたいで、見たらあかん、目を見るな、下向いてろって叫んだ。おかんが叫んだのにビビって下向いて目つぶってたんだよ。そしたら耳元で、みたいな笑い声っていうか、鼻で笑うっていうか、そんな声がした。へえって情けない声出してしまった。そしたらおかんが、何も見るな、何も聞くな、目つぶって耳押さえてろって言ってラジオのボリューム上げた。で、気づいたら俺寝てたみたいで夢を見た。今でもはっきり覚えてるんだけど、田んぼくらいの草が生えてる森の中で、あの女が、こっちを見ろ、こっちを見ろって少し離れた森の中から言ってた。怖くて森の中を逃げ回るんだけど、逃げた先々に先回りして、こっちを見ろって言ってて、目の前に現れた瞬間におかんに起こされた。起きたらもうお寺に着いてて失禁してた。涙と鼻水流しながら、うわーって思うよりも夢の恐怖の方が強くて、夏なのに震えてた。パンツの替えもないので、そのまま車から降りて、おかんに肩借りながらお寺入ってった。なんかわかんないけど力入んなくってうまく歩けなかった。で、寺に着くなりお坊さんがお出迎えしてくれたけど、第一声が、あんたそれどこで連れてきた、いつからだ、何したんだと質問攻めだった。軽く説明して、会社からだんだん近づいてきてるって話したら、お坊さんが会社はどこにあるか、最後に見たのは家からどのあたりか聞いてきたから、会社の場所は〇〇で、最後に見たのはここに、車途中で家から5分くらいのとこですって答えたら、お坊さんが走って奥の本堂の方に行った。わけが分からず立ち尽くしてたら、さっきとは違う坊さんが来て、すぐに本堂に来るように言われた俺。情けないくらい力入らなくって、おかんとお坊さんに抱えられるように本堂に入ってった。本堂に入ると大きな仏壇の前にお坊さんがいっぱい集まってて、真ん中にお坊さんたちに囲まれるようなポジションに座るように言われた。座ったらお経が始まって、だんだんお経が激しくなってきたところで急に眠くなった。眠そうになって意識がなくなりかけてきた時に、耳元で、やっと見つけたって聞こえてきた。ビクッと驚いて目が覚めた瞬間に肩を長い棒みたいなやつで叩かれた。そっから意識が飛んだ。目が覚めたらまた漏らしたみたいで、俺の周りに水たまりができてた。しかもまた泣いてた。ほぼ中心の座布団の上に正座したはずなのに、部屋の隅っこで横向きで寝てた。起き上がろうとしても体が重いし、体中が痛くて起き上がれなかった。坊さんたちに何とか起こしてもらい、また真ん中の座布団に座らされた。頭から酒をかけられ、今度は一人の坊さんが目の前でお経を読んだ。お経が終わって少し体が軽くなった。でも自分で歩くことはできず、お坊さん二人がかりで介護するみたいに風呂に入れてくれた。で、ちょっと落ち着いたところでおかんが泣きながら、よかったよかったって抱きしめてきた。で、お坊さんが話をしてくれた。長いので割愛すると、俺が見たあの女はこの地方で伝わる死神みたいなもん。本来は死者をお盆に呼び寄せる神様で、
そいつは本来7月にあるお祭りを機にこっちの世界に来る。お祭りが目印みたいになってて、その女が引き連れてくるんだけど、俺が見たのはどうもそのお祭りの前で、お祭りの前に来る理由は誰かをあの世に連れて行って死者をこっちの世界に呼び寄せようとしている人がいるから生贄みたいにするんだと。で、そこらの呪縛霊を使って生贄にしようとしてくるみたいな感じだった。わかりにくかったらごめん。つまり誰かがその神に死者を蘇らせるように根気に祈ったみたい。で、俺が連れて行かれそうになった。おかんが泣いてたのは、おかんは俺の会社がある地域の出身で、その話を知っててタブーになってることなんだと。最悪身代わりになるって言ってたのは、連れて行かれそうになった時、おかんが代わりに連れて行かれようとしてたみたい。その神が祀ってあるところが俺の会社の裏の山の頂上で立ち入り禁止になってる。その後、俺は体がなかなか動かず1週間お寺で過ごして、今は自宅にいるけど、やっと少し歩けるようになったくらいだけど、杖とか手すりないと歩けないし、箸もうまく持ててない状態です。会社はおかんが事情を説明してくれたみたいで、しばらく有給取って休めと言われました。お盆までに体が治らなかったら俺はダメって坊さんに言われました。今でもあの女を思い出して怖いです。坊さんにもらったお守りを肌身離さず持ってます。